ついさっき、あのー、僕ちょっと打ち合わせしてて、まあ、まだ見てないんですけども「あのキングオブコント」2013が終わってなんと前にゲストに来てくださったカモメンタルさんが優勝したと「いやーめでたい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 よかったよかった,かったそか2012年の大会直前に来ていただいたんだ。 そかそか、そその時はあの、まあ、1位ではなかったんですけどももう2013年から今年はもう1位ということでねいやすごいですねよかった方ねあのゲストに来てくださった方がそういう風にねあの何でしょう、1位とか優勝とかなるとなんかあ俺前から知ってたしみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 面ができるっていういやいや,いやそんなことには素直に嬉しいですいや買ったちょっとあとあとおいでちょっと録画を見させていただきますんでねまたまたいやまた出てるかないややっぱあの人まあもうまあま前からたらその M1 とかもそうですけどもあの出たらもうすぐに仕事がもう殺到するわけなんですよねでもカモメンタルさんの今度といえば独特の雰囲気じゃないですかそれでこうトップって よっぽどすごいこと、相当すごいことだと思うんですよ、うん。<laughs> なん。でもあ,あれでも評価をする、評価する、得点を入れるのが芸人さんなんですよね、確か、キングオブコント。100人の芸人さんが、そう、ジャッジするっていうことやっぱ、どちらかといえばその、なんか芸人さんよりの、よりの評価になるのかなそういうのはでも、番組側は気にしてないのかな 昔の,そのキングオブコント昔というほどでもないですけどもあの、まあ、もちろんどなたかとか言わないけども僕はもうすげえ面白くてわーってこれいやさすがだって1位になった人がでもうちの母ちゃんと一緒に見てたんですけども母ちゃんは本当何が何だか全く分かんないって <laughs> 私は全くこれ面白いと思わないって言っててねやっぱ芸人の評価と一般の人の評価は僕ね <laughs> なかなか。 ねえね、え今後に、ね、あったりしますけどもね、まあ、何はともあれね,仕事もうねこれで、まあ、たくさんの仕事が大忙しい引っ張りだこになるんだなと思うとなんかねいやよかったよかったと思いますカモメンタルさんおめでとうございます。<laughs>